ヒカキン TV Every Day。 ブンブンハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日はですね、めちゃくちゃすごいケーキを大阪まで行って買ってきました。それがこちら、グルメブティックメリッサのスペシャルケーキ、いちご摘み、こちらです。ここに書いてあるんですけど、大阪リーガーロイヤルホテルっていうホテルの中にあるグルメブティックメリッサっていうお店の、あのね、予約販売限定のすんごいケーキです。まあね、お見せした方が早いと思うんで出しましょう。あー楽しみ。ただね、大阪からこう、なんだろう、慎重に持ち帰ってきたんですけど、さすがにこう距離があるからちょっとね心配なんだけど、よっ、あー保冷剤がちゃんと入ってますから。うわ、でかいんだよね、まずよっ、おー縦がでかいでしょ、ほら縦がでかい。いきますよ。多分こっから取れんだよね、これ。あ、怖い大阪から持ち帰ってきて家でぐちゃーみたいなね、やっちゃダメだよね、それ。ちょっと保冷剤取って、それではいきます。これがスペシャルケーキ、いちご摘み、ゴー。すげー、すごい、これインスタ映えだ、インスタ映え、これインスタ映え、インスタ撮ろう、インスタ撮ろう。あー、やばいやばい、すごくないこれ、すげー、うっ、オッケー、インスタ映えオッケー。見てください、これやばくない？んーで、これ何がやばいかというと、まあタイトルにもある通りなんですが、これね、ぜーんぶ食べられるんですよ、これ。ここも食べられるの、ここ、これ木じゃないの、これね、あのなんかあの、パイの実みたいなやつなの。パイの実みたいなやつ。だからね、もう僕はとにかくこれを見た瞬間から、もうね、ここが食べたかったの、ここが。ここ食べるために買ったの。超美味しそう。このパイ生地やばくない？これ。ほら、超サクサクしてそう。テントウムシがいるしね、これね。なんでテントウムシがいるんだ、これ。で、これはね、ちっちゃいシュークリームだと思うんだよね。いやー、すごいな、これマジですごい。このバラチョコレートらしいからね。やべー、このリボンは何なんだろう、チョコかな。あー、美味しそう。まずこれは持ち上がるのか持ち上がんないかあ、持ち上がんない、持ち上がりません。じゃあここからだったら持ち上がるかな。あ、やばい、ダメか。あ、生クリームが出てきちゃう、生クリーム出てきちゃう。いやー、それじゃあいただきたいと思います。いや、どこから食べるかね、これね。まあまあ、じゃあまずはこの辺のね、いちごからいきたいと思います。おいしいおいしいうん、いちごいただきます。うん、めっちゃサクサク、パイ生地でね、パイ生地がでもこう、なんだろう、水っ気がないので、それをね、いちごでこう、なんだろう、補えるっていうか、バランスがいい。うん、うーん、リボンいただきます。なんだ、なんだこれ、なんだこれ何かわかんないね何かわかんない、柔らかい、なんかチョコかな。あ、チョコっぽいわ。うん、あー、美味しいね。それもね、よく見たらね、このイチゴのこの葉っぱを残しとくあたりとかもね、これが乗ることによってちょっとこう緑が入って綺麗になる。さすがですね。じゃあバラいただきます。バラ食べる。あ、柔らかい、なんかガムみたいな感じなんだけど、これチョコかな、生チョコっぽい感じだね、これ多分。で、ちょっとね、これを全部食べないと中が見えないんで、ガンガン食べます。いきます。苦しいうん、これすげえ、これ中までいちごぎっしり詰まってる、ほら
ほらほら、生クリームとイチゴが下まで詰まってる。太っ腹だ。ただちょっと、もうね、あのなんかカットされたショートケーキ3から4個ぐらい食べた感じがしてんだよね、この時点で。はぁ、ちょっとこんくらいにしとくか。とりあえずまた保管して後で食べようかな。で、最後にこのテントウムシでも食べてフィニッシュしたいと思います。うわぁ、苦しい。あのね、案外こうパッと見めちゃくちゃデカっていう感じじゃないんだけど、なんとなくね、4、5人くらいで食べるとちょうどいい量かなって思いましたね。で、味はね、もう細かいところまで全てグッドでした。ブンブン、トゥデイズヒカキンズポイント。ワンハンドレー、もう全部食べられるっていうコンセプトと、もうイチゴたっぷり、そしてクリームとかね、あのパイ生地の食感とか味もすべて良かったので文句なしです。保管します。チャンネル登録、評価、ぜひぜひお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。あの今日のケーキの写真もインスタ上げてますので、ぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。だらけ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 。